皆さんおはようございます。毎月の支出の半分をコスメに当てる女、アリちゃんです。最近の動画でもね、ちょくちょくお伝えしてるんですけど、私この度引っ越しをしました。なので今までね、あんまり撮ってこなかったんですけど、モーニングルーティーンをね、せっかくなので紹介したいと思います。朝はですね、まあその日のスケジュールにもよるんですけど、だいたいいつも8時半から9時の間に起きることが多いです。私は完全に夜型タイプなので、寝るのはね、いつも遅いんですけど、今日はね、この後お昼に友達とランチする予定があるので8時半ぐらいに起きました。起きたらまず最初にカーテンを開けて太陽光を部屋に入れます。太陽光は大好き。そしたらインビザラインのマウスピースを外して、まず最初にマウスウォッシュで顔を洗って、朝のスキンケアです。今愛用している化粧水はイプサのザ・タイムリセットアクア。これはね、もうしばらく長い間愛用してますね。結構私の中では定番の化粧水っていう感じ。使用感はね、これ本当に水って感じで、かなりね、サラッとしていて軽いです。だから、冬よりかは夏の暑い時期に、ちょうどぴったりなテクスチャーって感じ。そうなんだけどね、しっかり保湿もされるので、お気に入りです。で、お次、美容液はこちら、マリーニのシエスタフェイスセラムを使っています。私ね、去年ぐらいから、大体ね、月1で美容皮膚科に通っているんですけど、そこの先生に、ね、処方されているものを基本的にはいつも使っていて、このね、美容液もその先生に処方されたものです。これはね、ビタミン C が配合されているタイプの美容液。で、最後、クリーム。クリームはゼオスキンの RC クリーム。エチノールが配合されているクリームなんですけど、このね、蓋部分を押すと中身が出てくるっていうね、衛生面がグッドな商品です。このクリームはね、どちらかというと少し重ためなテクスチャーですね。まあ、でもメイク前に油分オフさえすれば、なんかメイクにすごく響くほど重いっていうわけではないので、毎朝ね、使っています。そしたらお次はボディケアで、これはね、夏の時期限定にはなるんですけど、ハッチの日焼け止めクリーム塗っていきます。今の時期はね、とにかく日焼けが怖い。だから基本的には朝のスキンケアと一緒に日焼け止めを塗ることが多いです。家の中にね、いても日焼けってしちゃうからね。ハッチのこのボディクリームね、すごい良くって、まずね、ポンプタイプだからすごい手軽に出せるし、テクスチャーがね、これもすごく軽いし、ベタつかないし、日焼け止めっぽい匂いとか消し消し感全くないです。全身に塗っても不快感は本当にゼロ。パッケージもね、すごい可愛くて、洗面所映えするのでおすすめ。で、スキンケアが終わったら、昨日着たお洋服を洗濯にかけて、このままね、朝ごはんの用意をします。まあ、といってはね、もうあと数時間後ぐらいかな。今友達とご飯を食べに行くので、今日はね、ヨーグルトだけ用意します。毎朝必ず取ってるサプリが、まずビタミン C サプリのリポ C、あと B マイフローラっていう酵素、あとは前 YouTube の企画で視聴者さんにおすすめの美白ケアをね、聞くっていう動画を撮ったんですけど、その時に名前が上がっていたこのポーラのホワイトショットのサプリも飲んでます。そして美白対策としてトラネキサム酸。これはね、病院で処方されたものです。この酵素はね、インスタで数回紹介したことあるんだけど、なんかね、味は少し癖があって、まあ私そんなすごい好きな味ではないんだけど、ご飯を食べる前にこれを挟むことで血糖値がね、急激に上がるのを抑えてくれる効果があります。だからご飯が食べた後もなんか比較的眠くなりにくかったり、あとね、ダイエット効果もね、私は感じられるのでリピート購入してます。いつもご飯食べてる時はだいたい YouTube を見ることが多いです。テレビは私あんまり見ないんですよね。美容以外にもね、いろんな YouTube チャンネル見てるんだけど、特に大好きな YouTube チャンネルはクイズノックの動画をね、ほとんど見てる気がする。もうめちゃくちゃ大ファンです。で、ご飯が食べ終わったらさっきの洗濯物を取り出してお風呂場に干して乾かしていきます。そのまま歯磨き。使ってる歯磨き粉はね、韓国で売ってた UC モールってやつです。これね、結
構ね辛いかな、まあ、辛いんだけどホワイトニング効果があるタイプの歯磨き粉です。韓国ではね結構有名らしい。はい、そしたらここからはねメイクしていきます。まず最初はやっぱり今の季節一番大事となる日焼け止め。私は顔に使うタイプと体に使うタイプ使い分けてるんですけど、顔にはコスメデコルテの日焼け止めを使っています。これは UV カットと同時にシワ改善とか肌荒れケアまでできちゃう日焼け止め。カバー力がすごくあるっていうわけではないんだけど、塗り終わった後の肌はいい感じにツヤ感は出ます。で、お次下地がウォンジョンユの化粧下地。いやこれはねようやくゲットできました。今ねどこもかしこも欠品続きだから見かけたらね即買いがおすすめ。これはジェルタイプの化粧下地で、保湿をしながら同時にこの後つけるファンデーションの持ちを良くしてくれるタイプの下地です。カバー力とかはねほぼほぼないからと土台作りっていう感覚なんですけど、これ塗るとね結構わかりやすくお肌はねピタッとします。で、お次ファンデーションがこちら AG20s。 これね前に YouTube でも紹介したことがあるんだけど、韓国とかではね女優さんとかが愛用してると話題になってるブランドです。特にねこの美容液ファンデーションがめちゃくちゃ大人気で、韓国ではね知らない人がいないぐらい超有名なファンデですね。世界ではねもう2億個ぐらい売れてるらしい。で、このファンデーション特徴が美容成分が 71% 配合されてるんだけど、削るとねちょっとカメラ越しからだと分かりにくいかもなんだけど、これ美容液がねファンデの中から出てくるの。だからこれとにかくしっとりする、保湿力がかなり高いファンデーションです。と聞くとね、あ、じゃあこれ冬向けファンデなのかなってね思うと思うんだけど、実はこれね SPF は 50+、 E は 4+ と最高値の紫外線カット効果がついてるんです。夏ってねどうしてもメイクが崩れやすくなるから、みんなサラッとした質感とかねマットな質感のものを選ぶようになるとは思うんだけど、結局ね夏もなんだかんだインナードライとか紫外線に当たるとね肌のバリア機能が弱まって余計ね乾燥しやすくなっちゃうから、下地、ファンデ、パウダー全部しっとりで統一すると夏にはね少し重いかもしれないけど、下地、ファンデ、パウダーのどれか一つは保湿力が高いものを仕込むのがね夏のベースメイクにはすごいおすすめ。マーブル模様になっていて、付属のねこのパフを左右に回すと均一に取れます。で、滑らせるように塗布していきます。このツヤ感すごくないですか。めちゃめちゃしっとりツヤツヤなお肌に仕上がります。ちなみにこのファンデーションカラー展開はね全3色展開でそれぞれこんな感じです。私が今回使用したのが一番明るい13番のカラー。このファンデーション購入するとリフィルもね1個ついてくるので、コスパ面でね考えてもすごくいいと思います。はい、そしたら次パウダーはシピシピのフェイスパウダー。これは色味自体はつかないんですけど、毛穴はね結構埋めてくれるタイプのパウダーです。どちらかというとサラッと寄りのフェイスパウダーなので質感を抑えたいところにだけ軽く塗っていきます。はい、でお次アイシャドウがデイジークのアイシャドウ。これ配色がもうザ夏向けって感じじゃないですか。このアイシャドウを薄いカラーから少しずつグラデーションで重ねていきます。涙袋ペンシルはずっと愛用しているピアのものを使います。で、アイブロウがエレガンスのアイブロウスリム。これはね、自分のベスコスにも入れたんですけど、もうずっと大好き。ペンシルだけどパウダーみたいなふわっとしたね、柔らかい発色なのが特徴。アイブロウペンシル迷子さんはね、ぜひとも使ってみてほしい。お次、アイライナーがミゼルエディのアイライナー。このアイライナーは普通のアイライナーよりかは、気持ちね、ちょっとだけ透け感があります。だからそんなにね、がっつりアイライナーを目立たせたくないって人に相性がいいアイライナーです。そしたらビューラでまつげを上げて、使っていくマスカラは、嘘つけマスカラのブラックと、下まつげ用の嘘つけマスカラ。男にね、テクとか考えずにバーっとまつげ全体に塗ったら、乾く前にピンセットで軽く束感を作っていきます。下まつげも同じように塗っていきます。で、リップは今回、アディクションのリップを使います。アイシャドウがね、結構ザ夏って感じのカラーだったので、アイシャドウに合わせてリップもね、ザオレンジリップ。で、結構ね、ポップな発色のオレンジにしてみました。チークもまたまたデイジークのものを使います。結構リップがね、発色いいものを今回使ったので、チークに関しては発色を淡めに。で、入れる範囲はちょっと気持ち広めに塗っていきます。ハイライトはジューシーの新作。これね、パールがすごい細かいんだけど、しっかりね、発光してくれて、すごい可愛かったです。これを目頭部分にポイント使いしていきます。
そしたら最後仕上げシェーディング、鼻と人中の部分を中心に塗っていきます。はい、てな感じでメイク完成しました。仕上がりはこんな感じ。そしたら髪の毛も整えていきます。まずは前髪の癖を取って、使うヘアオイルはアノブ。髪の毛全体にアノブのヘアオイルをなじませたら乾かしていきます。ドライヤーね、すごい軽いんだけど風量はね、この通りしっかりとあってすごい使いやすい。癖が取り終わったらリファのストレートアイロンで髪の毛全体的に伸ばしていきます。髪の毛を上と下に分けてアイロンかけた方がよりね、仕上がりが綺麗になるのでおすすめです。伸ばし終わったら毛先にワックスをつけてちょっと束感を出すのと、マトメージの緑色の方でアホ毛をしっかりと押さえていきます。髪の毛が全体的に整え終わったら着替えていきます。今日はこんな感じのワンピースにしました。着替えてみると意外とこの服には髪の毛下ろすよりもなんか結ぶのもありかもしれないですね。はい、ってことでね、もう一回洗面所に戻ってヘアアレンジします。もうがっつりここボケてた、すいません。アレンジし終わったら仕上げにヘアアクセとかつけて、またまたヘアアイロンで細かい微調整もしていきます。完全にセットし終わったらケープでしっかりと固定して髪の毛完成です。はい、てな感じで私のモーニングルーティン終了になります。いかがでしたでしょうか。そしたらね、これから友達とランチ食べに行っていきたいと思います。今日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよって方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でもお会いしましょう。またねー。